婚活大国日本。結婚相談所は全国におよそ4000社。今や婚活は若者だけのものではなく、再婚相手を求めた熟年婚活が倍増。金持ち男の5歳を狙うのはこの女。構造さんの遺産は私が相続します。それどういう意味ですか。みんな私が相続します。全財産この人に持っていかれるで。これは寂しい独身男性をたぶらかし財産を巻き上げる御歳業の女と、陰で糸を引く結婚相談所所長。第一条件は資産があること、持病があればなおいい。そして騙された男たちと二人を追う探偵。愛と欲に純粋な人々の人間味あふれる物語。酸素マスクは外したんか。外した、3日前に。御歳業、この15年の間に紗友子の夫が5人も死んでます。揺さぶりをかけてやる。バブルです。日本中に札束がもうとった。御歳業の人殺しのくせに。おかんの正体知ってんだよ。三浦事件、愛犬家殺人事件、婚活殺人事件、警察は世論で動く。人殺しとセックスしてたってこと。金はあの世には持っていかれへん。クソボケが。これは悲劇かリアルか、誰も見たことのない愛とお金の人間喜劇。果たして彼らの運命は。御歳業の女。通天閣どころやない、スカイツリーや。